カイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。こんにちは、クイズノックの伊沢拓司です。この動画は ABC ラジオなどで放送中の番組スカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部と連動したクイズ動画となっております。ラジオをお聞きの皆様もこの動画で初めて番組に触れる方も一緒に楽しんでください。最初のコーナーは伊沢の何のランキング。このコーナーでは世の中のありとあらゆるランキングの動画を見ている皆さんと一緒に私伊沢がですね考えていこうというコーナーでございます。今回のランキングは何なんでしょうか。出ました。2022年人口の多い干支ランキングってそんなものがあるんだ。僕はね犬年なんですけど、でもこれって絶対に法則性があるよな。2022年だよな。で2位が寝年、3位が井年、4位が虎年、そして5位が羊年。だからね、牛、虎、う、タツ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、になるわけだけれども、2023年はウサギの年だから、2022年に生まれた人たちは虎年だったんですよね。ってなった時に、やっぱりこういうランキングだと、新しく生まれた人が多くなるんじゃないって僕は思うんですよ。ってなると、やっぱりね、牛、虎で2022年虎年だったから、2021年生まれの牛の人が、めっちゃ増えてるんじゃないって僕は思うんですよね。だって13万人違うんでしょ。最近ね、新生児が80万人切ったみたいなのがニュースになってましたけど、逆に言えば80万人ぐらいドーンとその年に増えるわけで、でこれ各さその10位のランキング差って言っても15万人前後だから、やっぱその80万のパワーはねすごいと思うんですよ。力を合わせる80万ですよ。これは、上毛かるたの地の札のね、パロディですけど、知らんがなって話ですね。答え書きますね。あ、これは、あれだな、牛の、あれだな、牛年だとして、牛年の漢字をちょっと思い出せないと。あれ牛牛年の牛ってどう？よし、ちょっとまあ、決めた。では、僕の回答は、こちら。牛年。わからないときはひらがなで書く。これはすべてのテストにおいて大事なことです。こちら、おーしゃー、この字だ。この字だ。あれ、理由、人口が多いのが1949年生まれの人が多い。寝年と同じように第一次ベビーブームにあたり出生数は259万人を超え、合計が残る1947年以降で出生数が最多。だベビーブームでってことなんだ。まあ、これ2021年に生まれたっていうのももちろん影響としてあると思うんだけど、ベビーブームの年があるからちょっとこうやって寝年とか牛年とかが上に来てるっていうこともあるんでしょうね。なるほどね、そうなんだ、ベビーブームなんですね。これ日本もね第1次と第2次のねベビーブームがありましたから、人口ピラミッドのとねこんな感じになってますね。壺に見えるのと女の人の顔に見えるルビンの壺というね図形があるんですけど、それみたいな感じの人口ピラミッドになってますよね、日本の人口構成。一見わかんなそうなんだけど、ちゃんと論理的に考えると導き出せるランキングって面白いですね。いいクイズだったと思います。ということで以上、伊沢拓司の何でもランキングでした。続いてはスカイプレゼンツ、こちらクイズの構想部、ラジオ本編の中から歴史にヒントありのコーナーをノーカットでお届けします。素敵なプレゼントが当たるクイズもありますので、ぜひ最後まで見てください。どうぞ。歴史にヒントあり、来たよ、来ましたよ、来ました。もうこのこのコーナーの収録のために生きてるんだから、もうもうやばいやばい、生きがいか、生きがいだから今、嬉しいの、モデルで動画クリエイターのネオです。クイズノックのゴーちゃんです。同じくクイズノックの川村です。何がおもろいねです。何がおもろいねこれ。絶対狙いましたよね。絶対狙った、絶対やった、狙ってたんだ、すごいな。はい、このコーナーでですね、テーマにまつわる歴史を学び、その歴史から今を生きるヒントを見つけます、はい、紹介する情報は番組スタッフ調べです。ありがとうございます。株式会社ウェザーニューズが発表しているお花見調査2022について紹介したいんですけれども、都道府県別お花見予算ランキングというものがありまして、3位は熊本県、2位は福井県なんですけど、1位どこだと思います、お二人。お花見予算ランキング、予算ってどういうことですかね。だから、そのなんだろう、食べ物とかでしょ、お花見に持ってく食べ物とか、だからどれだけその豪華にお花見したいかみたいな。あ、な
るほど、あれ無料だもんね基本別に 見るだけだね、うん、見るだけだな、あまり予算とかない基本無料コンテンツなんだよなるほど、お花見するためなそういうことか、お花見予算ってそういうことですね、そういうことですね、どこだと思います、1位東京じゃないんだね、東京の気がします、わからない、で、まあ、それ質問されてってことは東京じゃないかなと、うん、確かに、え、これ、うん、どうですか正解は、これはですね答えは青森県らしいんですけど、弘前城ってことかな、そうで弘前公園っていうのがあるみたいで、県民性としてお花見に対する情熱がすごく高いみたいですね、そうなんかその青森のその弘前城はすごくその桜の名所として有名らしくて、そう、ちなみにちょっと予算を見てみたんですけど、はい、東京のそのお花見の予算が2400円、はい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 、どれがつまみですね、そう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 、まあ、ちょっと買ってくみたいな感じですね、約そんぐらいなんですけど、あの青森県だと4400円、倍きてる、そのお花見に対する熱情が東京都民の倍あるってことでしょ、そう高すぎてもっと高いから倍するみたいです、へ、何買ってる、何買うんだろう、毎年ブルーシート買ってるそこでそこ、うん、その青森県民はブルーシート使い捨ての文化みたいなってこと、ね、そんなことないと思う、めっちゃいいブルーシート使ってるのかもしれないですよ、ちょっといいお酒飲んでるんでしょうね、まあそういうことだと思いますけどね、はい、では早速お花見の歴史をお願いします、はい、じゃお花見の歴史 ね、うん、ますね、奈良時代にね、そうかと思うんですけど、奈良時代にはその上流階級の人々が花鳥風月を、ね、歌に読む文化がありまして、うんうん、それが今につながるお花見の起源の一つだと考えられるんですね、うんうん、でちなみに当時はその唐から渡来した珍しい花として梅が貴族の中で人気で、うん、万葉集に収められた歌の題材でも、そう桜より梅を読んだ歌の方が多かったと思いますね、桜じゃなくて梅なんだ、そう梅の方がねやっぱ人気だったってことなんですね、いいですね、うん、ね、だから古文で単純に花って出てきた時に時代によって変わったりしますよ、うん、そう花としか言ってないけどこれは何でしょうみたいなのが、うん、ちょっと時代でやっぱ人気の花違うんでね、なるほど、で、奈良時代までは、やっぱり梅の方が人気だったんですけれども、うん、こう平安時代あたりからこう桜がグッとくるっていう違がありまして、ヒットチャート、もう桜ヒットブルームねヒットブルームねめっちゃウケてる、いやいやそんな面白い、いやいや、なんかすごいさっと出てきたのがすごいなと思って、うん、ヒットブルームって言葉がたまってきましたね、うん、はい、万葉集も和歌集だったんですけれども、今度平安時代の和歌集、古今和歌集にはこう有原の成平という有名な歌人ですね、うん、読んだ世の中に耐えて桜の中にせば春の心はのどけからましという歌がありまして、うん、まあ桜なかったらもうちょっとのどかだったんだけどなっていう、こう逆の心を読んだね、いや桜なチラッチラッっていう感じの和歌がとても有名ですが、うん、これ有名ですよね、うん、桜の歌が多く残されています、へー、ね、ちょっとずつ刻んでいきますよ今回、はい、そうそうそう、めちゃ刻んでいきます、古文書を見ると、ね、全部書いてあるから刻めるで、その日本後期というね、書物がありまして、日本後期には嵯峨天皇が812年京都の庭園神泉苑にて火炎の節を催したと記録されており、これが記録に残る最古の桜の花見だとされています、すごいよね、最古の桜の花見が812年ってね、うん、めちゃくちゃ昔からこうやってたんだね、うん、花を見て楽しみみたいなのね、いやでも思いついたらやりそうだけど確かにね、はい、そして、お花見の文化が、武士の時代になっても変わらず定着していきということですが、うん、武士の時代って大体いつくらいですか、こうちゃん、武士の時代、まあ、江戸時代とかでいいんだったら1600年以降とかね、うん、1800年ぐらいとかそういう感じですかね、はい、源頼朝など武家社会の有力者たちもお花見をしていたと伝えられています、あ、じゃあもう全然もっとその今言ったら江戸時代だったけど、うん、もっと昔からやったんですね、平安時代まではこう貴族が、うん、偉かったといいますか力を持っていたんですけども、うん、こう鎌倉時代とかはねもう幕府とか戦いでやってますから、うん、1200年代とかってことですね、うん、はい、でちなみにその豊臣秀吉もね、うん、知ってますか、豊臣秀吉、もちろんです、はい、豊臣秀吉はね、1300人ぐらい集めて大規模なお花見をね開いているので、うん、でその頃からこう、まあ、あの風流で歌会ってあの最初言ってたじゃないですか、歌を読むね、うんうん、そういう文化から始まったって話だったけど、うん、その頃からその風流な歌会だったお花見が桜とともに楽しむ、その宴会を楽しむ形に変わっているという、ね、ことなんですね、は
酒に飲まれ始めた。こっから飲まれ始めた、うん、で最初は歌のために集まってるわけだ。うん、もうね、その風流なものを見てちゃんとそういう歌に読もうって回だったんだけど、うん、いつの間にか、うん、いやいやもうみんなで楽しもうぜ楽しもうぜ飲もうぜって、はい、変わってたんだ。でも今まで武士がやってたのが江戸時代に入ると庶民の間にも広がっていくということで、江戸幕府の八代将軍吉宗ですね、徳川吉宗が、うん、隅田川とかを江戸の各地をお花見の名所としたそうですってね。したってすごい、ね、そこにしたんだ、決めたんだ、したってすごい、ね、うん、決めたんだ。でもう場所取りとかもしていたらしいという話が、すごい。なんかこうちなみにこれまだなんか全然関係ない、まあ、全然関係なくないんだけど、はい、この花見をこうするとか、うん、でこう人をこう集めることでこういろんな人集めてこういっぱい踏ませてこう地盤を固めたって話が、うん、はい、なるほど、そう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 、すごそういいでしょ。だ花見もなんかこうちょっと政治に役立ってるじゃないけど、そういうものもあったみたいですね。すごいすごいすごい。でちなみにあの桜といえばなんか有名な品種してます、桜の品種、品種なんか桜の種類みたいな、染めいよしのそうです、はい、染めいよしのね有名なね、その染めいよしのは江戸時代に品種改良で誕生したようですね。で今では気象庁が桜の開花満開を判断する標本木とされています。でこれね、この染めいよしのってこう元は1本、それを全部ね、こう継ぎ木とかでどんどんこうクローンで増やしていってますね、染めよしって。だ全国のやつは、まあ、みんな元たるば全部同じ一本にたどり着くってことですね。繋がってんだ。そう。うわ。だから毎年同じように咲いて同じように散るじゃないですか。うわ。クローンだからです。そう、クローン。クローンなんですよ。怖っ。ね。すごっ。そう。え？だから結構なんかクローンとかっていうとなんかね、なんかまだこう未来の技術みたいな感じするけど、うん、桜とかだと全然使われてますね。今ね、すげえ、うん。ね、ソメイヨシノ以外に桜の品種知らないかもしれない。なんだろう、佐藤錦とかかな。佐藤錦、それあのさくらんぼ、うん、さくらんぼの ね確かに確かに、佐藤錦って言うとさくらんぼになっちゃう、はい、なんか桜の実なんだっけ、本当に桜なんか一応なんかもう違うみたいな話だね。そう、品種としては違う、そうなんかもう普通のなんか本当に桜の実を食べても全然美味しくないみたいな話がありますね、うん、なんかこう桜散った後に葉桜の頃となってなんか床に、床じゃない、地面に落ちてるやつ、ね、でなんかもうなんかこの飲食が伴うだ、こういうねみんなでお花見に行ってお酒飲んでご飯食べようぜみたいな、これ日本特有の文化らしくて、まあそもそも海外の花見っていうのは桜を鑑賞すること自体がそれが目的とされてるですね。だから本当？いやいや、まあそうなんじゃない。だからあれじゃないか、その海外だと、うん、その飲酒を外でしちゃいけないみたいな、うん、そもそも外でしちゃいけないから飲んじゃ、まあだからそもそもなんかここに繋がらないんじゃない。で日本はめっちゃね、ありますもんね、お酒飲むこと多いけど。調べたことないんだけどさ、うん、日本って屋外で酒飲んで本当にいいの？うわいや、だい別に場所の来てないんだ。そう、なんか、まあ、ちゃんと調べてないなって思って今一瞬怖くなった。これダメだったらもうよ、ね、どうこれそもそもこのテーマがもう破綻してみたいな感じになっちゃうけどね、まあ、ちゃんと調べてやったことないわ。確かに、まあ一まあ、そこで確認したことないよね、外でお酒飲んでいいかなって法律調べたことないからね、うんまあ、大丈夫だからみんなやってるんじゃないかなと思う。まあでもだからそれで迷惑とかね かけたらいろいろ罪になったりとかして、うんということで今回ねお花見の歴史学んできましたけど、うん、ヒント見つかりましたか。はい、スーッって言いました。もう桜を全部散った桜吸いつつみたいな勢いで吸ったもうネオちゃんの体に桜が来てる、満開、ま、もう満開して散ってます。散ってんだもう、うん、そうなんだ今周りに待ってるので、はい、あ確かに本当だ、めっちゃ待ってますね。見えますか。まあ見えます、僕には見えます。何色の桜が、何色の桜？虹色。虹色？虹色の桜。え、こうちゃんもなんか吸った？いやいや本当になんかすごいなんかもうえだってえないない。うん。虹色出てますよね。うん。虹色にしか見えないもん。ですよね。てかもう今日から桜俺多分虹色にしか見えない。もうそう思ってるから。うん。それがヒントになっちゃいそうだ。お酒はほどほどに。お酒飲んでないんだよ。俺飲んでるお茶なんだよな。どうですか、じゃあヒントお願いしますじゃあ。桜吸っただけじゃん。桜吸っただけじゃん。あ、オッケー、わかりました、はいはい、今回の歴史から見つけたヒントは、一旦
お酒はやめて一回歌を歌おう歌を歌うの歌を歌 歌を読むじゃなくて歌を歌うんだ歌う歌う今は前は読んでましたけど、はい、現在で言うと歌は歌うものなので一旦お酒をやめて一旦歌を歌おう、そう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 、うわです、すごい初心の気持ちじゃないですけどこういう歴史があって今確かにみんなお酒飲んで、ね、イエイエイってする感じになってるので一回お酒やめて一回歌を歌ってみよう、確かにねっていう、うん、はい、あーすごいなんかねね、まあ、お酒はやめた方がいいので、飲みすぎ、ほどほどにね、飲みすぎはね、ほどほどにね、ほどほどにね、はい、みんなもぜひ、なるほど、歌を一旦歌ってみてください、お話だからみんな歌歌ったって言ってもびっくりだけど、はい、ということで歴史にヒントありでした、はい、ではここでプレゼントが当たる問題です、ネオちゃんが歴史から見つけたヒントは何でしょう、何でしょう、今回ちょっと長いかもしれないですね、まあ長い、うん、ちょっと長いかな、まあちょっとね今までの傾向とちょっと違うかもしれないですね、そうですね、傾向、はい、傾向見てくれ見ずに解くなこれをこのクイズの答えが分かった方には抽選で素敵なプレゼントが当たります、スカイの公式インスタグラムからご応募ください、スカイの公式インスタグラムの URL は動画の概要欄に貼っていますのでそちらから飛んでください、たくさんのご応募お待ちしておりますということでスカイプレゼンツこちらクイズの構想部でした、またねまたね、またね。